サー・トマス・グレーブスは、イギリス海軍の士官である。7年戦争、アメリカ独立戦争、フランス革命戦争、ナポレオン戦争に参戦した後に提督に昇進した。トマス・グレーブスは1747年頃、ロンドンデリーのキャッスル・ドーソンの牧師のジョン・グレーブスと、妻のジェーン・ハドソンの三男として生まれた。サミュエル・グレーブス提督をおじに持ち、また初代グレーブス男爵。 トマス・グレーブスのいとこの子供でもあった。トマスの兄弟3人はすべてイギリス海軍の艦長を務めており、海軍の古い名簿によればすべて提督になっている。トマスは幼くして海軍に入り、7年戦争中は叔父のサミュエルと共にスコーピオン、デューク、そしてビーナス艦長で任務に就いた。7年戦争終結後は父のいとこである後のトマス・グレーブス男爵とアンテロープに乗り、 その後男爵がエドガーに上官した後に、グレーブスも上官し、1765年、アフリカ沖で男爵からシャノンの会議に任じられた。ホスターのピアリジによれば、グレーブスは1752年生まれとなっているが、これは一般に知られたグレーブスの軍歴とは矛盾している。海軍の規則によると、彼は会議昇進までに20歳になっていなければならず。 軍機にかなり違反していたとしても、彼がわずか13歳であったというのは、かなり可能性が低い。1765年には、若くても18歳にはなっていたと推測するのが、妥当であろう。1770年、グレーブスは、アレトゥーサの会議となり、1773年には、コンスタンティン・フィップスと共にレースホースの指揮を任されて、北極海で、 新しい発見をするための航海に向かった。その翌年には来た、アメリカに、おじのサミュエルと赴き、ダイアナの指揮を任された。この艦は密輸防止のための小型スクーナー艦の一隻で、乗員は30人、4台の日本土砲を搭載していた。1775年5月27日、ボストンからこの艦が、チャールズ側に派遣された時、大規模の反乱軍に攻撃された。 到着するまでに、この反乱軍の規模はかれこれ2000人程度にまで、膨れ上がり、しかも彼らは2台の野戦砲を持っていた。この事態が収まって、真夜中が近づいた頃に、引き潮となり、ダイアナが座礁して、横向きにひっくり返ったため、大陸軍はダイアナの砲撃に成功した。乗員は、わずかな人数でよくしのいだが、艦を廃棄せざるを得なくなった。グレーブスはこの時、 兄弟のジョンともども生まれて初めてひどいやけどを負い、このため帰還のプレストンの会議がボートに乗ってダイアナの乗員の救援に向かった。セインツの開戦この後グレーブスはボストンとロードアイランドの近郊で他の補給船の指揮を取り続け、おじのサミュエルが召喚されたため、再びプレストンに乗ってイギリスへ戻った。 しかし再び、ウィリアム・ホサムが指揮を取るプレストンで、北アメリカの駐留地へ送られた。七百七十九年、グレーブスは、西インド諸島及び北アメリカ駐留地のスループ艦、サベージの指揮を執り、七百八十一年五月には、直人艦長となった。その時期は、エドマンド・アフレック順将が不在であったため、九月五日のチェサピーク湾の海戦で、ベッドフォードの指揮を執り、 その後も引き続き、アフレック巡省の機関艦長として、ベッドフォードの指揮官を務め、1782年1月26日のセイントキッズの開戦と、4月9日と12日のセインツの開戦では功績を挙げた。このセインツの戦いが、ベッドフォード指揮官として、最後の戦闘となった。その年の秋、グレーブスはフリーゲート艦マジシエンの指揮官となった。 この間で1783年の1月2日にはフランスのフリゲート艦シビルと激しい交戦を行い、この時はシビルの乗員相手に苦戦した。この乗員はチェサピークワンへ輸送される兵員だった。二隻は難破するまで戦った後別れた。マジシエンは2週間後にジャマイカに到着し、シビルは1783年2月22日に、 トマス・マクナマラ・ラッセルの指揮下の護衛艦ハッサーに打捕された。アメリカ独立戦争後、グレーブスはフランスで主に過ごした。フランス革命戦争の初期には召集されなかったが、1800年10月になって、ジョン・ジャービス指揮下にある海峡艦隊の74門艦カンバーランドに配属されたこの任務は数ヶ月間程度のものだった。1801年1月1日に、 白色少々となり、3月には64門艦、パリフィーマスに旗をなびかせた。この艦は、ハイドパーカーの下バルト海に向かう艦隊の一隻だった。1801年のコペンハーゲンの海戦グレーブスは、その後デフィアンスに移り、1801年4月2日のコペンハーゲンの海戦で、ホレーショネルソンの福祉機関となった。この大事な海戦での働きで、議会から感謝の議決を受け、 バス勲ン賞を授与された。7月の終わりにかけて艦隊はバルト海を離れたが、この作戦中の大部分に健康を害していた。グレーブスはイギリスに戻って第一戦から退いたが、1804年10月から1805年2月にかけてビスケーワンを航海したフードロイアント艦長のクリストファーネ・シャムは、グレーブスの提督記を時間に掲げていた。 グレーブスは1805年9月には中将となり、1812年8月2日に大将に昇進した。グレーブスは2度結婚したが、子供は娘が1人だけだった。1814年3月29日、ホニトン近くのウッドバインヒルの自宅で死去した。実際には男爵の女爵は、英語版ではプロテクターとある。最高指揮官がパーカーなので、 自席指揮官、ネルソン、三席指揮官、グレーブスとなる。この記事は、パブリックドメインの辞典本文を含む、ロートン、ジョン・ノックス、グレーブス、トーマス、イン・スティーブン、レスリー、リー、シドニー、ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、22、ロンドン、スミス、エルダー &CO PP、PP440-441。ありがとうございます。